はい、2021行政書士60時間超速マスター講座、行政法のユニットの24に入っていきます。はい、こちらからですね、内容は行政不服審査法へと移ります。テキストページが434ページですね。まあ、行政不服審査法、択一で3台出るっていうような、そんなものですね。択一3台、あとは多子選択でたまんでる。記述は出たことがないです。記述は出たことがない。まあ、出てきても不思議ではないですが、今のところ出たことはない。そういうようなものですね。まあ、基本的にこの行政不服審査法、どんな手続きかといえば、まあ、行政庁の処分または不作為に関する指示の不服申し立てというもので、まあ、行政側内部で一応ですね、しっかりとその審査をして解決を図るというための仕組みだよということではあるんでしょうね。まあ、それを行政不服申し立てと言っていきます。裁判でももちろんそういうことはできるということではあるんだけれど、まあ、基本書面審理なんで簡易迅速な救済ってものが可能です。それから行政裁量の行使が不当ではないか、だから違法か否かの判断はもちろんできますし、それから不当ではないかということについても審理できるっていう意味では柔軟な審理が可能だってことにはなりますね。でも一方でやっぱりデメリットもあるわけで、そのデメリットとしては中立性が薄い、慎重さがないっていうようなところはデメリットになるのかな。やっぱりそこを求めるならやっぱ裁判でっていう話になるんでしょうね。まあ一応ね、目的条文のようなものがそこに上がってますが、この法律はというので行政庁の違法または不当な処分、やっぱり違法または不当な処分が対象だって、ここはとても大事なところなんですね。で、その他、公権力の行使にあたる行為に関して、国民が簡易迅速かつ公正な手続き。まあ、一応公正さ、中立性は欠けるとはいえども、なるべくそれを守ろうとしてるっていう、そういう発想なんでしょうね。で、国民の権利利益の救済を図るんだ。で、あとは行政の適正な運営の確保だ。二つ目的があります。で、もちろんメインの目的はって言ったら、こっちの国民の権利利益の救済を図る、こっちがメインでしょうね。ただ、サブの目的で行政の適正な運営の確保ってものもあります。そして、第2項ですが、行政庁の処分、その他公権力の行使にあたる行為に関する不服申し立てについては、他の法律に特別な定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによると言ってますので、これは、適用順序という次のページのところに該当しますが、不服申し立てに関する一般法です。だから、他の法律で特別なルールが置かれていれば、そっちが優先しますが、そうじゃなければ、この不服審査法を使います。ということなんですね。まあ、事件訴訟法との違いというのは、ちょっとこれは、事件訴訟法やってないとわからないから、今は飛ばしておきますけれど、ちょっとパワーポイントで、まあ、遠隔はともかくですね、審査請求という64ページの下のスライド見ていただくと、まあ、審査請求をしたいと思っている人、例えば、これは国土交通大臣の下で運輸支局長なんていう人が行った処分や、そこに申請をした。行政手続き法である申請ですね。で、この、例えば申請に対しては、拒否処分みたいなものが出たってことを想定していただくといいですよ。申請に対しては拒否処分が出てるの。で、この拒否処分が出ましたって話になるなら、その拒否処分に対しておかしいじゃないかって文句を言う。まあ、例えば、この運輸支局長ですから、そうね、なんか運転の代行業みたいなものの免許、それの取り消し処分が出た。ね。まあ、その前に聴聞もやってんだろうけど、聴聞やって取り消し処分が出た。出たら、それの見直しを求めるっていうのが、この審査請求って言われる手続きで、これを定めているのが、行政不服審査法って言われるものなんですよね。原則的には、最も上の行政庁。だから、この運輸支局長の一番上の上司に当たるのは、まあ、このシステム上国土交通大臣なので、そこに文句を言ってきます。
で、見直しを求めるってことをお願いするっていうのが、その仕組みになります。まあ、このあたりは、やはり、審査の公正中立さってものをなるべく確保するんだったら、一番離れたところの上司に文句言うのが一番いいんじゃないかな。あんまり近いところの上司だとかばうでしょ。だから、そういうあんまりかばうとかって関係がなさそうなところに文句を言わせるっていう、そういう仕組みなんでしょうね。で、ここに処分と不作為ってありますけれども、対象としてはその両方ですよ。今言ったように第2条で処分に不服があるなら審査請求ができます。ね。まあ、これは公権力の行使。今までやってきた処分です。行政行為とかそういうものが入ります。それから、法令に基づき行政庁に対して、処分についての申請をした場合ね。で、相当な期間が経過したにもかかわらず、何にもしてくれない。法令に基づく申請に対し何らの処分もしないという状況だったら審査請求できます。だから、申請をしました。返事が来ません。この申請に対して何らの処分もしないことを不作為って言うんですよ。で、この不作為も一定期間以上経てば審査請求の対象になります。何にもしてくれないのもおかしいですよね。ってことはもちろん言えないといけません。っていうことになりますね。なので、その処分をしてきた行政庁は処分庁って言います。不作為に陥っている側を不作為庁って言います。この不作為庁は、一定期間経ってたら、不作為になるので審査請求受け付けてもらえるっていうような関係性に立つと思っていただくといいですね。両方が審査請求の対象になっているっていう話です。で、どっちも手続きは似てて、例えばこれ国土交通大臣に審査請求するじゃない？で、国土交通大臣に審査請求をしたらですね、はい。手続きの流れが次のスライドに載ってますが、まずこの国土交通大臣は審理員を指名します。この人が実際に審査請求手続きを進めていくことになります。で、この審理員を指名したら、その審理員は、まず、処分庁など、これが処分庁、不作為庁、どっちでも、場面によってね、どちらかってことになるんだろうけど、この処分庁などに弁明書の提出を求めます。言い訳をさせるの。で、それに対して今度審査請求人は、反論書が出せます。参加人という、まあ、利害関係人が参加するっていうのは、聴聞と一緒ですけれど、意見書っていうのが出せます。書面審理なんで、言いたいことは紙に書いて審理員に出す。で、審理員の方でそれらを見て、どっちの言い分が正しいか、どういうふうにしたらいいのかっていう判断を示していく。これが審査請求の基本的な手続きです。で、ある程度審理が進めば、審理員はこの審理を終えることはできます。終えたら遅滞なく審理員意見書の作成です。レポートです。で、作ったら速やかに提出します。じゃあ、審査庁、これが国土交通大臣ですね。先ほどの手続き図で言うとこの、この審査請求受け付けてる行政庁のことを審査庁と言いますので、そこに、提出をします。で、審査庁は、それですぐに判断するんではなく、今度は行政不服審査会ってところに諮問します。これ第三者機関です。外部の有識者の方に集まってもらってる行政不服審査会へ諮問します。で、この行政不服審査会に諮問して、それも踏まえて最終ジャッジ採決って言いますが、それを出すことになります。この採決で認める採決を出すのか、認めない採決出すのかは、まあいろいろあると思いますけど、っていう、そういう話なんですね。だから、基本的にはこういった手続きを取るんだということはちょっと知っておいていただくといいかな。そして、種類というのが、不服申し立ての種類というのが出てきてますけれど、今言った審査請求がメインです。だから、基本的には審査請求で全部進めていくということになる。この64ページの下のスライドの形が原則的な形です。一番上に審査請求するっていう。ね、ただ、上がいない場合もあります。例えば、この画面集の66ページの上のスライドになりますが、上級行政庁がいない場合があります。知事さんとか市町村長さんには上はいません。外局としての委員会というところも上はいないことになります。
上がいない場合は直接そこに文句を言います。だから知事さんの処分には知事さんに文句を言います。知事さんに申請したのに返事が来ない場合も知事さんに文句を言うことになります。これはもう上がいないからしょうがないです。それから、はい、2番目、今度は処分庁不作為庁が大臣だもしくは外局としての庁の長と言いますが、まあ、消費者庁長官とかね、金融庁長官とかそういったところに、が処分を行った。大臣の処分は上はいます。内閣が、内閣とか内閣総理大臣は大臣の上司に当たりますけれど、上はいても大臣の責任が重いので大臣に直接審査請求します。大臣が不作為になっているならそこも大臣に文句を直接言います。まあ、これも上司はいるけどあえて処分をした人、不作為に陥っている行政庁に直接文句言うっていう、そういうスタイルを要求している場面です。で、大臣とか外局としての長男さんはやっぱり責任が重いのよ。責任が重いから、はい。途中がその上司が大臣とか外局としての長男さんに当たる場合、一番上に内閣はいても、途中が大臣とか外局としての長男さんだって言うなら、そこに審査請求します。やっぱり大臣とか、それから外局としての長の長の方が責任が重いので、そこに直接審査請求しろっていう、そういうような扱いを取ってます。これは例外です。まあ、あんまり例外について細かく聞いてくるものはないけれど、まあ、一応ね、パターンがこうあるんだっていうのは知っといていただいていいだろうっていうことなんですね。で、不服申し立ての種類、このあたりが表だと、この、436ページのこの表に書いてあるんだけど、ちょっとね、あんまり見ても、ってなりそうな感じだから、この画面集でパターンが分かってればいいかなと思います。まあ、少なくとも、行政庁に文句を言うんであって、この行政不服審査会っていうのはあくまでも諮問先だから、行政不服審査会に審査請求するって問題が出たことあるんですけど、それはおかしいよねっていうのは、まあ、気づいてほしいところです。で、もともとは審査請求だけで終わるはずだったんですね。ところが、いざ国会でその行政不服審査法について、これ2014年に改正された時にできた制度なんですが、まあ、2014年にですね、行政不服審査法は大改正されてるの。で、その法案が国会で審議されているときに、なるべく審査請求だけで不服申し立て制度はまとめようってことで法案が作られたんですけど、なんかちょっとそうもいかないってことになっちゃって、再調査の請求っていうのが例外的に入りました。で、これはどういうものかというと、まず個別法に規定がある場合でないとダメで、そして処分に対する不満をぶつける場合でないとダメなんですね。で、処分について不満がある人が自由選択で好きな方を選んでいいことになってます。再調査の請求か審査請求か好きな方を選びましょうって話になります。で、再調査の請求を選ぶことができるのは一つ条件があってですね、再調査の請求は必ず処分庁に行くんですね。例えば、公正処分をした税務署長に行きます。審査請求はそれに対して処分庁以外の行政庁へ行く。だから、審査請求先が処分庁以外に設定されている場合でないと、再調査の請求はそもそも導入できません。ね、自由選択で両方同じ人に文句言うっていう話になっちゃうと意味がないから、再調査の請求は処分庁に行くんです。で、審査請求はそれ以外のところに行けるっていうことが前提で、個別の法律で導入が認められた場合だけ利用できますという制度なんですね。で、左下に書いてあるように、極めて限られた場合しか実は導入されていません。全部税金関係です。結局税金関係は文句を言う人が多い。だから全部審査請求にすると、この国税不服審判所っていうのが審査請求受け付ける組織なんですが、税金の場合の。パンクしちゃうんですよ。量が多すぎて。だから、一部は処分をした税務署長の方に文句言ってくれるような手続きも用意しとくと、まあ、パンクしなくて済むかなっていう、そういう配慮だったようですね。で、再調査の請求は決定って形で結論が出ます。その決定っていう結論の内容が、まあ、気に入らなければ審査請求でもう一回争えます。
審査請求から選んだ場合、逆に戻ることはできません。再調査の請求の方が簡単な手続きで、で、それに対して審査請求はしっかりした手続きっていうイメージなので、まず再調査の請求で行ったら、次は納得できなければ審査請求へ。審査請求から行った場合は、再調査の請求には戻れませんっていう、そういう仕組みになっています。それから、審査請求をした場合、個別法に規定があれば、再審査請求というのをすることができるという道も用意されています。例えば、建築確認は建築主事さんという人が判断をします。名当て人からこれは実際申請があっての回答でしょうね。それで建築確認が認められなかったんだって。それは審査請求します。審査請求先は建築基準法上、都道府県に置かれている建築審査会ってところにするのよ。で、そこで棄却されちゃいました。納得できなかったら、はい、再審査請求していいですよっていうことが建築基準法に決められてます。そういう場合は、まあ、建築基準法の中で国土交通大臣にしろって書いてあるので、そこに再審査請求をします。建築審査会と建築主事は共に都道府県に置かれてますけれど、国土交通大臣は国じゃない。全然関係ないところに再審査請求を持っていくっていうのが一つのルールですね。で、再審査請求するときのネタっていうのは、この現裁決でもそれから当該処分でもどちらでも構いません。このどちらかに対して不服を申し立てるって形で再審査請求は行うことになります。そのことはテキストでも、例えば、ここかな？はい。437ページの3番のところで、再審査請求、この現裁決か当該処分、どっちでも好きな方でいいです。再審査請求ができるって規定が法律に置かれているときだけ使えます。再調査の請求はすごく限られた場面でしか認められていませんが、再審査請求は結構できる規定たくさん存在はしています。この建築基準法がその一つの例だということですね。そして33番で適用除外という話が出てます。不服審査法、手続き法と一緒で、いくつかの場面では適用されませんということになるんですけれど、まずこういうふうにね、適用されない場合がいくつか設定されている。で、それ以外は自由にどうぞって話になっている。はい、こういう考え方を一般概括主義って言います。ね。出だしに説明が載ってるけど、処分不作為については、特に除外されない限り審査請求ができますという言い方になりますけれど、原則できます、例外的にできない場合がありますって設定になっているのを適用除外があるのを一般概括主義って言います。っていうことなんですね。一般概括主義って言葉が試験でよく出るんです。なので、この一般概括主義っていう用語は、あくまでも原則的には審査請求何でもできるけど、例外的にできない場合があるって設定になってるのを一般概括主義って言います。で、さらに、適用除外の中では、そうですね、439ページの最後のところに書いてある。まあ、この適用除外のね、このブルーの編みかけになってるところは、あんまり試験出るとこじゃないんですよ。だからあくまでも一般概括主義の意味をまずちゃんと知っとくっていうのが大事なのと、適用除外だったら固有の資格っていう言葉が出てきたら適用除外になる。これは例えば、画面集だと69ページの下のスライドに出てきますが、地方裁の記載の許可っていう制度があるんです。これ総務大臣が、地方公共団体が発行する地方債の発行のことを記載と言うんですけど、これ、例えば、学校の耐震工事のための建設費用を集めるってことで地方債発行して、まあ、10年後に返しますみたいな借金をするときに使う手段なんですね。で、それを発行することを地方債の記載って言うんです。で、原則的には割と自由に出せるんですけれど、財政状態の厳しい自治体は総務大臣の許可を取らないといけないのよ。で、その許可を取るのは絶対地方公共団体が許可を取るんであって、私たちがその立場に立つことは絶対ないわけですよ。
こういうふうに、私たちがその立場に立つことが絶対ないっていうのを固有の資格っていうんですよ。ね。地方公共団体しかその許可の対象に絶対ならないなら、そこに行政不服審査法の適用は必要ないです。だって、国民の権利利益を救済するのが目的なんだから。その国民が絶対対象にならないような制度だったら、適用する必要はないでしょっていう話になるんです。まあ、固有の資格って言葉が出てきたら適用対象外ですよっていうのは、ぜひ知っておいていただくといいかなということですね。はい。まあまあ、ここのお話に関しては、まず原則的なところをしっかり把握しとこうというので、33番まではこれで以上ということになりますかね。